私たちこう女性が初めて男性のワールドカップに参加するっていうのは、これからの女性にとって可能性が広がっているっていうことを伝えられているのではないかと思ってます。で、私自身も、それを常に、感じてます。そのためには信頼を得なければいけないっていう、そういうプレッシャーはすごく強く感じてます。中東での女性レフェリーっていうのがまだまだ、ほとんどいない状況なので、このカタールワールドカップで、少しでも、まあ、一人でも女性レフェリーっていうのが、増えていったらいいなと感じています。